マッチアップどうなるか展開に注目していきたい。お互いに頑張ってほしいですね。さあファーストラウンド注目していきましょう。始まりましたね。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。この台足は通らず。プレイヤー1ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。ここは投げの選択肢。プレイヤー1ドライブゲージの出し惜しみはなしか。一度ドライブゲージが尽きてしまうとしばらく使えない時間が続いてしまう。ここはなんとか守りきりたい。打つか溶かすか踏み込むか。地上の駆け引きの間合い。どうなる。あと少し。さあここでドライブラッシュ。中足がヒット。スペースは十分。ラインを下げずどう上げていくか。ここから試合。このスーパーアーツはどうだ。あ、これが SA 技ってやつですね。強烈な連撃を浴びせていく。 KO。 ナイスナイス。かっこいい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど、今後の展開にも期待していきましょう。このラウンドが勝負となるか。どうなっていくのか気になります。 TKでコンボを伸ばす。プレイヤー2壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかね。ここからプレイヤー2ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。ソニックを打って百裂がって畳みかける。投げが決まった。すごくに天才。百裂連脚まで追撃しっかり。ドライブゲージフィニッシュ。決めてったナイス。なかなかに白熱した試合でしたね。機は熟した。いよいよ始まる。よろしくお願いします。勝負よ。手加減は期待しないでくれ。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。どっちも強そう。飛び道具で相手を動かしていくが、まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここからどう攻めるんですかね。ここで弾によるプレッシャーをかけていく。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。ここは壁やられになり追撃を許してしまう。うまい。どうだ。ここは投げを見せてガードを崩す。お、どうするどうする。位置が入れ替わる。攻守が逆転する。さあ中段を当てて壁から逃さないことを優先。徹底している。だいぶ優位な状況ですね。倒しきる。ナイスナイス。かっこいい。プレイヤー1ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。そうなんですよね。おっ、次が始まります。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。いやどうなるんだろう。両者何を狙ってどう動くか。こっからこっから。プレイヤー2画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかねこれは。ドライブラッシュで前に出る。投げを使ってガードを崩す。いいですね。ドライブゲージの差はある。ドライブゲージがゼロに近い。見えているか。両者 SA ゲージが溜まった。わ、ここで SA 試合を動かしに行く。いいですね。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。いったれいったれ。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。オーバードライバーツ、ここからチャンスになるか。画面端、試合は大きく動くか。いやー一気に来るんじゃないですか。ここでフィニッシュ。よ、名勝負。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ。どうなっていくんでございましょうか。一応これはダメ。いいですね。ここで投げに来る。すごくに天才。下段通らず。プレイヤーは SA ゲージ差を生かしたい。ゲージの運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所。信頼から今の完璧。投げる。今の
気合い入れ抜けた。出て、出て、ここからが正面だ。ナイスナイス。この包囲線から一気に決めるか。全然気が抜けませんね。いけるよ。集中集中。さあここから限界を超えろ。どっちも食べそう。ラッシュするか。ここでもこの中段はやや露骨だったか。いいよいいよ、ナイスダンス。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。ダッキー、決まっちゃいましたね。まだ見たかったと思わせるし、どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。負けないわよ。どっちも強そうですね。注目のファーストラウンド、何が起きる。かっこいいとこ見たいです。投げ、すごい。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。さあここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。絶妙のコンボ。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが重い。結構リードしてる感じですね。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。KOまで。綺麗に決まりましたね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。なんかこう魂のぶつかり合い、的なものを感じました。さあ次のラウンドも見ていきましょう。飛び道具でペースを変えていくか。プレイヤーマン、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね。これは2人ともやる気満々だ。壁際も相まってだが、かなり激しい戦いになっている。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。じいじいとした回り戦、先に仕掛けるのはどちらか。中押し、ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。インパクトは受け止めた。ちゃんとガードしてる、すごい。対立はある、しかしどうにでもなる状況。シュッ、ラッシュするか。ここは隙間、打ち込んでいった。あとはスタンス、危ないぞ。今のは効いてる。倒しき、見えている。これはもう太陽が対策に昇華している。あそこからの逆転は痺れますね。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか、注目していきましょう。なんかワクワクします。負けないわよ。さあ開幕、両者はどう動くか。気合入ってますね。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。どうなるどうなる。投げの選択肢を見せていく。お、さあ相打ちが起こって、上から仕掛けていく。終盤戦、状況は苦しいが勝機を見つけ出せるか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。互いの呼吸を読んでいるか。いやー、ここ気が抜けないですね。届いた。おお、さあラウンドが終わりましたが、まだまだこれからといったところでしょうか。どちらにも頑張ってほしいです。確かに次もしっかり見ていきましょう。やる気満々の開幕。たまダウンさせて、どうする。天才か。ここは投げを見せてガードを崩す。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。さあ近距離の攻め合い、そしてここからの押し引きで試合は大きく動く。バックステップ、付き合わない選択。ここは飛び道具で牽制。体力から見るにここが中盤戦といったところか。スーパーツにゲージを使っていた。今完璧。包囲線を打ち込んだ。勝負を決めに来たか。しっかり倒し切りましたね。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。